岡です。こんにちは。今日はですね、5月におすすめの手遊びを7つ紹介していきたいと思います。私のインスタグラムでも募集したものも含めておりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは岡ちゃんタイムスタート。3、はい。1と5でたこ焼き食べて、2と5で焼きそば食べて、3と5でケーキを食べて、4と5でカレーライス食べて、5と5でおにぎり作ってピクニック。おー！ 3、はい。屋根より高い鯉のぼり、大きい孫いはお父さん、小さいひごいは子供たち、面白そうに泳いで。最初は親指からいくよ。たけのこんにょき。3、はい。たけのこ生えた、たけのこ生えた、ブランコブランコ猿がえり、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 たけのこ生えた、たけのこ生えた、ブランコブランコ猿がえり。3、はい。大きな太鼓ダンダン、小さな太鼓ダン、大きな太鼓、小さな太鼓、ダーン、ダーン、ダン、ダン、ダン。3、はい。小鳥はとっても歌が好き、母さん呼ぶのも歌で呼ぶ、ピピピピピ、チチチチチ、ピチクリピ、チャンチャンチャン。小鳥はとっても歌が好き、父さん呼ぶのも歌で呼ぶ、ピピピピピ、チチチチチ、ピチクリピ、チャンチャンチャン。3、はい。一匹の青虫がお友達と出会ったら、ニコニコ笑顔でさあ踊ろう、一二の三でハイポーズピッ。2番いくよ。3、はい。一匹の青虫がお友達と出会ったら、ニコニコ笑顔でさあ跳ねよう、一二の三でハイジャンプビョーン。3番いくよ。3、はい。一匹の青虫がお友達と遊んだら、ニコニコ笑顔でさあ眠ろう、
切符を順に渡してね、お隣へ、はい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 、終わりの人は、ポケットに、大型バスに乗ってます。いろんなとこが見えるので、横向いた、あ、上向いた、あ、下向いた、あ、後ろ向いた、あ、後ろの人は、眠った。大型バスになってます。だんだん道が悪いので、ゴツンコは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 、おしくらまんじゅう。ぎゅっぎゅっぎゅっ。さん、はい。バスに乗って揺られてる。ゴーゴー、バスに乗って揺られてる。ゴーゴー、そろそろ右に曲がります。3、2、1、キー。バスに乗って揺られてる。ゴーゴー、バスに乗って揺られてる。ゴーゴー、そろそろ左に曲がります。3、2、1、キー。バスに乗って揺られてる。ゴーゴー。バスに乗って揺られてる。ゴーゴー。そろそろでこぼこ道です。3、2、1。ゴト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 。バスに乗って揺られてる。ゴーゴー。バスに乗って揺られてる。ゴーゴー。そろそろ止まります。3、2、1。キキー、到着。はい、ということで5月の手遊びぜひ覚えて子供たちと楽しんでみてください。はい、そして私書籍も2冊出しておりますので、よかったらチェックしてみてください。こちらはね、制作がいっぱい載っていて、こちらは保育学生さんや新人保育士さんにぜひ読んでいただきたい1冊になっております。最近ね、もかちゃん本出してたの知らなかったよって方も結構いたので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに CD もあるのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで5月の手遊びもたくさん練習して子供たちと楽しむぞって思ってくださった方は、高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。チャンネル